速稼塾の久保です。久しぶりにね動画の方を送っていただきました。分子の結合の瞬間ですね、分子の結合の瞬間、原子がくっつく瞬間、まあ、このニュースね私の方にも入っていたんですけども、私の方はちょっとね動画でシェアすることはしなかったんですけどもね、まあ若田さん、バクちゃんさんの方がね上げてくださったということで、興味がある方、ご覧になって解説をね聞いていただければと思います。まあ、私がねアップロードしなかった理由っていうのは、私の動画見てる方にこのレベルのね話に興味がある方は多分いないんではないかなと思ったんですよ。でいないならいないで、この現象が人々の暮らしにどう関係するのかってことをねコネクトしてお届けすることもできたんですけども、それもまあ見つからなかったんで今回あげなかったんですよね。で多分そのバクちゃんさんのね動画を見てる方の中にはかなり難しい話とかね高いレベルの話とか自分の暮らしに直接は関係ないんだけども好奇心の旺盛な方がいらっしゃると思いますんで、多分ああさすがいい話題を上げてきたなっていうふうに感じる方もいると思うんですよね。まあですからこういうちょっとねまあ普段私たちが目にしないようなね科学の話とか宗教の話とかそれからまあ歴史の話とかね、そういった話っていうのは確かに私たちの暮らしに直接すぐに関係するわけではないと思うんですけども、まあ、話題としてね取り上げていただくと長期的に見ていただける、そんな動画になるんではないかなと思います。まあ、今回のはね本当に歴史的な撮影の瞬間だと思うんですよ。で元を正せば人の思想から始まってるんですよね。その原子ってのはおそらくこういうふうな概念で動いてるんじゃないか、そしてそれが科学的に証明されるのは観察できるのは自分の生きてる時代には無理だろうと思う。だけども未来に知識を託して確かにあの人の言ってることは確かだったなってことを伝えるために科学っていうのを積み重ねられていって、おそらく今回もね原子顕微鏡とかでなんかで観察してると思いますし、その原子顕微鏡を録画できるようなそういうふうなね撮影技術っていうのもレンズとかはじめとして撮影技術っていうのも最近できたはずなんですよ。だから昔の人が考え出したものが本当だったのかどうだったのかってことを時代を超えて数百年経ってやっと観察できたってところも込みでね、これはすごい話だなと私は思うんですけどね。もしかしたらですね今科学的な裏付けがない霊魂とか UFO とか宇宙人とか地底人とかアガルタとかね、もしかしたら異次元とか亜空間っていうものも、将来そういったものを観察したり確認するようなテクノロジーが追いついてきて、あ、昔はオカルトって言われてたものが本当にあったんだっていうふうなことがね観察できて今回みたいに記録できるかもしれませんね。そういう意味でも科学、そして科学を知らせてくれる方に本当に感謝したいと思います。今回の動画興味ある方は動画説明欄からご覧ください。本当にね素晴らしい、画期的な瞬間だと私も思います。動画の方ありがとうございました。